次は、井林健一さん、から佳作です。廃将軍の死と言いますね。廃君将軍を命じた、北伐で猛威を振るう、剣部の名手が出征するときを送った詩ですね、これね。で、これは外神経の詩ですけども、実は全体を見ると分かるんですが、これは太いところ、細いところ、それから破体書といって、いろんな書体が混在してるんですね。ちょっとこれ、心の部分しか取ってませんけど、固定にしてください。はい。これは、一番上は清いは草書で、旧は、行書ですかね。外は外書、戦うは行書。それから、馬と落としは、これは草書体、竜も草書体、虎も草書体。でまた党は行書体というふうにいろんなものが混在してまして、非常にもドラマチックな、よく高校生の大作展なんかによく出ますけども、作品としては、インパクトが非常に強いので、やりやすいというか、注目されやすい作品ですけども、最後に一回戻してください、これは私1行でねやったというところで撮ったんですけども、他にも廃将軍の詩ありましたけども、3行とか4行とかもありましたけどね、1行に挑戦というところでやってることがいいのかなと。で、これは顔神経というのは非常に筆圧をかけてやっていくんですけども、動きも非常にありますよね。顔神経の解消というのは直筆でということですけども、総在校や採血校なんかを見ると、やはり直筆ではなくて大木氏の方を取ってやってるんですが、この廃将軍はそれをいろいろ混ぜながら非常に魅力的に書いたものですので、それを一行で、まとめようとしたところを書きました。これは先ほど沢井先生が言われた戦後母子ですかね、10代の日本近世紀、島本花宝さん、これは突然です、これは、我が国最古の、これ母子ですかね、現物は金属の板に、彫ってあるものを加工を取ってあるんですけども、非常に最先で、先ほどの小路の風もあれは業者ですけども、これは会社で本当に線を積み上げた中で、微妙に太い細い、それから白の取り方、それからゆったりとした呼吸ですよね、これね、なかなかよく取ってると思います。それから1行目、2行目、3行目を見るとうまく字がずれてますよね。ちょっと小手の方出してもらっていいですか。これとはこのままではないですよね。少し再構成してますよね。どう並べるか、これは配字というか縁というか字の並べ方もかなり工夫してやったんじゃないでしょうかね。で、金属にこう彫られたものの拓本を筆で書いた状態に再現するというところでは、多少やっぱり考えていかなきゃいけないこともあるんじゃないかと思います。それはかなりやってるんじゃないですかね。もう一回戻してください、はい、どうでしょう、あまり次々を極端にやらずに行ってますけどね、見方によってはもうちょっとピリッとさせた方がいいかなっていう人もいるかもしれませんが、このゆったり感がなかなかいいんじゃないかなと私は思っています。ちょっと楽観だけ墨がつけすぎましたかね。ちょっとあそこだけ狙ってますね。次は奈良町の、楽器論ですね。これは独立の中ではもう必須古典と言われます。会社の中では最高のものと手島さんも言われてますが、この楽器論をやることによって八面七宝の筆使いを分析的に勉強できたというふうに言われて、手島先生が若い頃、台頭を絞ってますよね。偉大天外先生の単独審査の時に
私は最高賞を取ったものが学長ですけれども、ここの部分は、実はよく、展覧会に出ます。非常にこう書きやすい部分ですね。これは、人物線なんですけれども、私昨日ね、これじっくりあの作品の作家によって見てきましたが、ちょっとやっぱり伝説がね、ボテボテしててちょっと緩いですよね。丸みがあってもうちょっとねピリッとしたい、まあ、作業でよく書いてると思いますけどね。これまっすぐあのこれだけの字数を書いて並べるのも難しいんですが、だから先ほど言いましたけど、一日一日を徹底的に半紙でそっくりに書けるぐらいまでやって、それから、この大きなというか作品に向かうともうちょっと違ってくるかな。それから一つ難しいのは、あの半紙っていうのはつけ目で書きますよね。で作品書くときには大体あの下に紙を置いて、書くので、筆のこう構え方とか姿勢が変わってくるからね、なかなか大変なんですね。だからだんだん年を取ってくると書きなくなっていくんですけども、そこのところ自分 と、文字を書く距離をどれぐらい取って書くか、近づくと筆は立ちますよね、遠くなるとこうなってしまいますので、その辺も考えながら、それからね、右払い、払いがねペロンとなっちゃうんですよね。そこはもう少しあの用紙図法を研究しなきゃいけないのかなというのは思いますよ。まあ、全体としてはまあまあじゃないでしょうかね。で、人物線というのですね。これがあの現物ですので、もうちょっと建設とかキリッとしてるでしょ。角が出てますよね。これはやっぱりあの筆をねじ込んだり、筆を吊り上げたり、あの手島先生が楽器の書いていらっしゃるビデオが実はあるんですが、ご存知ですか？見たことありますか？ぜひあのあれはまた見ていただければと思いますが、音はねパンパンと入ってるんです。腕をこうひっくり返したりね、当てたりするところにね、それはもう素晴らしい筆使いです。あと縦角がやっぱりピリッとしてますよね。突き刺さるような縦角、ここは非常にあの特徴のある部分なんですが、小手の方をお願いします。はい、これが現物ですね。これ非常にあの右上がりが強くて、これもねギュッとしてるんですよね。その、まあ、凝縮感というか、それから流れ方なんだろう、縦角なんだろう、切れ味の良さというか、私は、ですかね。それから最初の近いで、まあ堂々と書いてますね。でももっと反射でやればもっと良くなると思います。これも同じく高木製雑誌予約で、先ほどはあの右側で、これは産業ですよね。これ産業はなかなか難しいと思いますね。これまとめるのね、よく書いてあると思いますけど、ちょっと固定の方を上げてください。こうですね。この高木製っていうのは、私はやっぱりこの凝縮感というか、これがすごいと思うんですよ。ここはもう止まらないんですよね。で太いところと、それから細いところも同じになった。そこのペパクの部分というか、それをどううまく取っていくかというところが難しいですよね。でまあよく入れてると思います。これだけの字数、それから字によって縦長い横長いろいろありますよね。これは平文三角さん。人物線です。三河のシリーですね。これ最初の見た時にパッと目に入ってきたんですけど、ちょっと古典を見せてもらっていいですか？これが古典ですよね。結構すっきりしてるところありますね。で昨日これをねじっくり相談に見るとね、ちょっと背が低い字が多いかなと、作品の方がね、もうちょっと背が高い字が入ってるんじゃないかなと思うんですけど、もう一回戻してもらっていいですか？どうでしょうかね。ただこの
胃腸軟管というのは骨が入るというかキッとした感じが出ないといけないので、例えば筆の打ち込みだとか、収穫のポンと叩くところとかですね、その辺はなかなかよくやってるかと思いますね。胃腸雑影残管というこれ入れるの難しいですよね。どの字数だと名前だけ言うと舌が動いちゃいますので、あれはうまく入れてるんじゃないでしょうかね。腎毒性です。これもパッと見た時に目立った作品ですね。次は、今よく出てくる今回の誕生日ですが、誕生日目ですが、これもですね、確か新元章ですね。これは池田博恵さん、純徳線です。これは難しいのはですね、例えば体臓の臓の斜めの角とか、それから腎腎的面の腎の二角目ですよね。そこを筆をどう使うかというのが、どうなんでしょうかね。ちょっとまだ私は不十分に思いますね。それから受けるという字の最終角の右側へ、だから例えば14日とありますね。右側に火という字の、右の縦角はあれは線を引いてるけど、もっと押し込んで立ち上がらないと、もっとふっくらいかないとうまくいかないんじゃないかなと思うんですが、下の高尾の高の右の、下の部分の囲いの部分は筆をこう突っ込んでてもなかなかいいんじゃないかと思いますので、ね、ちょっと原点を見せてください。はい、これは原点ですね。空海の書というのは医師を中心にして、眼神経的な要素は入ってますけども、これは空海の、体質というかそれがあるというふうに言われてて、眼神経を直接真似るものではないとも言われてますけども、要は筆をこうすく押す、そういう筆が入っていかないと、こういう感じになかなかならないんですね。それから人という字なんかは二角の最後のところまで力が抜けてないですよね。あそこに墨だまりが実はあるんですけども、ぎゅーっと絞っていって、そこでこうちょっととどまるぐらいの、それが体臓の像の斜めの角はどうでしょうか。一回引かないで1、2ぐらいできて、上についてまた上に上がって手を打ってまた斜めというふうに、その辺のこう絶対の時間差というか、1回かからないで2回に分けてなってからですね。それから12月の月のところの角からこう絞り込むとか、あの辺はすごいですよね。それからねじり上げ、14日の10の横から縦角にねじり上げていく。空海の人はねじってねじってねじってっても非常にいいんですね。あとついてついてついて、非常に線が充実しています。契約のところはどこにもありませんのでね、ペッと跳ねたりとかしてないですから、もう一回戻してください。こうやって見ていくと、ちょっとまだ、不揃いというか、横角なんかの角度ももっと右に上がっているところがいいですよね。すく筆、ねじる筆、すり上げる筆、その辺がもう少しうまくいくところでしょう。それから2行でこう書いたときに下が全く揃ってしまうというのは本当にあまり良くないですよね。ちょっとやっぱり2行目が上がるぐらいでないと、これもいっぱいいっぱい入れてますのでね。筆使いがもう少しうまくいってれば、これも特性になったかもしれないなと私は思っていますが、